このろくでなしの役者たちが。吉はどうしたんじゃ。孫屋じゃ。朝から晩までまるで気が狂ったようじゃ。ああ、すけ。うん。ああ、早よ呼んできちゃれ。うん。大丈夫じゃろうか、吉。なに、どうせ一時のことじゃ。あんたがいけんのじゃ。足の悪い子馬なんぞ飼ってもいいというもんじゃき。あんまり熱心に頼むもんじゃき。ついそのかわいそうになっち。飯なんで食わんのじゃ。食いたくねえ。夫もおかも心配してるんじゃぞ。シロの足どうやっても治らんのじゃぞ。治るだ。俺が治してみせるんじゃ。これついてくれ。うん。麦に大豆にもろこし。どうするんじゃこれついて。白に食わせるんじゃ。そうか。白の足はまだ治らんのじゃな。うん。よっしゃ。これが済んだらすぐにもついてやるぜ。表でしばらく待っとるがええわ。どんなもんじゃろう。ダメじゃ。そうか。これは生まれついてのもんじゃでどうやっても治らねえ。早いとこ漁師頼んで殺してもらうんじゃな。そうか。足の悪い馬なんぞ何の役にも立たんからの。シロの足が治ったら、うん、足が治ったら原っぱ思いっきり走らせてやるんじゃ。
喜ぶだろうね、きっと。おい、またしたの。ん？ほら、できたぞ。うわ、ありがとう。はい、お城に食わしちゃれや。うん、行こう。うん。なんだ、これは、これは、なんだ。あ、きち、栗食ってけや。いらねえ。あの、いらねえって。危ねえ。よいしょ。ええな、10日の間だけじゃぞ。もし10日経っても足が治らんようなら、その時は男らしく潔く諦めるんじゃ。ええな、足の悪い馬を大きくしてもどうにもならんのじゃき。かわいそうだが、苦しまずに殺してやるのが城のためなんじゃ。風を引く気、うちにお入り。明日も早起きて面倒見るんじゃろ。それにな、明日はお父に頼んで城の大好きな人参をうんともらってやる気。
は孫屋じゃ、どうしてもシロと一緒に寝ると言うで。そうか。あんた、え、吉のことじゃけど、明日やっぱりシロを。約束じゃ、仕方ない。そんでも、母まで可愛がっとるものを。分かっとる。いいな、吉、10日だけじゃぞ。もし10日経っても、シロの足が治らんようじゃったら、その時は男らしく諦めるんじゃぞ。いいな。
泣け、うんと泣け、吉。シロはお前の気持ちを分かっていたんじゃ。だからお前の大好きなハルちゃんを助けようと思って、最後の力を振り絞って火の中へ飛び込んでいったんじゃ。Oh.